えー、こんにちは、即歌塾の久保です。週刊中年ジャンプのストーンさんから今回ね、継続のコツですよね、これはもうね。継続のコツというものを送っていただきました。はい。えー、この継続っていうのはね、私もね、得意分野の得意中の得意でございますね。まあなんせ YouTube、こちらの更新の継続はもう10年です。それから毎日のライブ放送、こちらの方も7年ぐらいかな。もうライブ放送しない日がもうないということでね、私の40代っていうのは、 継続をもととに行われてるんじゃなないかなというところでございますで、まあ、このネットビジネス情報発信を始めて初期の頃は、まあ、主にはねブログとかっていうものしかありませんでしたん、ね、で YouTube もあったんですけどもね精度が悪かったんでスマートフォンで再生しようと思ってくる,くるくるくる回って YouTube っていうのはねこんな動作性が悪いもの誰が見るんだみたいな世界だったんですよ。 今改善されてねサクサクと見れますしそのスマートフォンに内蔵されているコアチップとかもすごくいいのが出ていますそれからインターネットの環境も随分改善されましたからねだから当時の 3GS みたいな時代ではないんで今はね 5G まで出てきましたからね Wi-Fi の環境も整ってコンビニとかショッピングセンターに行っても Wi-Fi がバシンとつながったりしますからねはいそれでですね継続のコツなんですけどもこれストーンさんとね答えは一緒ですね あのやっぱり誰かのためにやるとかね誰かと一緒にやるとかそういったことで環境を整えるととってもやりやすいです付け加えるなら自分の壮大な、まあ、夢をね描くことじゃないかなとですよね将来どうしたいっていうものを長期的な将来中期的な将来そして短期的な将来と具体的にイメージすることそして欲望に正直になることですこれが欲しいあれが欲しいこんなのは嫌だあんなのは嫌だ こういうふうに自分の趣味思考をはっきりとするために自分とものすごくね、見つめ合うっていう時間が必要なのかなと、時にはそういうものを語り合う場所を持った方がいいかなと思いますね。将来はこういうふうにしたいなとかね、ああいうふうにしたいなってものがあると思うんですよ。例えばね、今ね、40代でお過ごしの方、サラリーマンの方、住宅ローンってあるでしょ。住宅ローンが3年以内なくなったら楽だと思いませんかでそういったものを目指すんですよ。それから、今ね、あの、中古車で ローンで借金払って気に入らない車乗ってる方自分の好きな車に乗ってみませんかそろそろ40代50代になっていやーこれは俺の人生で一番いい車だったなみたいなのこの辺で手に入れてみましょうね三300万とか500万がポーンとあったらどうでしょうか多分お目当ての車手に入るんじゃないですかねいやレクサス、ね、500シリーズいいじゃないですか最新型のオープンカーいいじゃないですか 乗乗っってみまましょうよよ、ね、たら変わりますよいろんなものが周りの目も変わりますし自分のちょっとね人生を変えるってのはそういうふうに持ち物によって自分を変えたりとかそれを目指す自分が変わるってことだと思うんですよ、まあ、ですんで仮に手に入らなくてもやってみたっていう自分の変化はすごく大事なんじゃないかなと思いますはいじゃあまとめましょうか やっぱ、ね、自分のためではなくて家族のためとか好きな人のために自分を変えていこう頑張っていこうって気持ちは強いです逆に言うとそれが続かないってことは人のためにできない自分がそこにいるってことなんですよつまりは人に対する優しさやその人を大事に思う心っていうのはその程度だったってことがわかります、うん、寂しいですけどねそれからですね自分の欲望のために正直になれるかってことなんですよ、ね、だからもうちょっとお金欲しいなと思うわけですよ、ね 強がらないでちょっと自分の心に聞いてみたらちょっと今の収入じゃなと思うでしょうお父さんお母さんに贅沢させてあげれてますか恩返しをさせてあげれてますか子供に我慢させてるんじゃないでしょうねどうでしょうかねもしかしたら屋根を吹き替えたりとか壁の塗り替えをしたいと思ってるんじゃないですかもしくは賃貸の方は一戸建てそろそろと思ってませんかこれ全部お金があったら叶うわけですよでお金っていうのも何十億円もいるわけじゃありません 当面500万あったらどうですかいろんなものが変わるんじゃないですか最近はですね、4,630万円をなんか間違えて振り込まれちゃった24歳の青年がですね、それを自分のものにしちゃおうと思って、返さないという事件が起きました。これね、4,630万円って24歳の若者がそれと引き換えに、未来と引き換えにするにはあまりにも少ない金額ですよ。でもやっぱり 4,630万円がドカンと目の前に自分の口座に一瞬でも入ったら返したくないって思うのはこれね罪隠さず言うと誰もがそう思うんじゃないですかでこれを使ったら罪に問われてなんとなく怖いからそういった自分勝手な理由で返すだけなんですよでも自分勝手な理由って言うともう一個使っちゃえっていうのも自分勝手な理由であるわけですよねこのように 同量で同質のベクトルっていうのが反対方向に向かうのが人間なんですよじゃあ先に話を戻しますと株によってね、復収入を得るっていう方法があるとしてある程度継続すればそれが手に入るとしたらある程度やってみませんかってことでしたね、うん、でももしその方法にある程度の継続ができないんだったら継続するのは今の不満な暮らしの継続なんですよ どっちがいいですかってことになりましたね。だから、続けたくない継続もあれば、続けれる継続もあるんですよ。どちらか選びながら克服してもらいたいですね。はい。ということで、私としては、誰かのためにやる、誰かと一緒にやる、自分の欲望に正直になる、この3点を挙げさせてもらいたいと思います。えー、以上でございます。いかがでしょうか、ストーンさん。いってらっしゃい。